今回の西日本の旅6日目はレトロ自販機巡りは一旦お休みして、昭和の雰囲気が残る町広島県の尾道を散策することにした。尾道は大林信彦監督の映画尾道三部作などのロケ地で、映画の街としても知られている。懐かしい昭和の空気を感じながらいっぱい歩いて動画にしましたので、どうぞご覧ください。はい、尾道駅に到着しました。ここでね、駅の観光案内所で、ロケ地のグルマップを置いてあるみたいなので、それをもらってですね、ちょっとロケ地巡り行っていきたいと思います。尾道着きました。尾道駅前です。昔来た時はね、駅舎も古かったんですけど、新しい駅舎になってますね。ちょっと僕の知ってる尾道じゃない感じがします。なんかなんだか良さげな階段ですね。登ってみたくなる。この場所も映画に出た場所ですが、映画の中とはだいぶ雰囲気が変わってます。ちょっと興味深い坂の方へ、これ残ってるんか。超眺め良くなった。行き止まりと思いきや、こんなとこに道がある。へえ、こんな場所だと原付は便利ですね。まだ分かれ道、どっちだろう。あ、家は空き地ですね。でも先に住むのでもこっち違いそう。下行きます。お、今度下り坂すごいな。そしてまた階段、下坂道、ドローン。そして左に迷路ですね。これはどこに向かってんのか全然わからない。猫逃げた。映画の中で見覚えのある家が見えてきた。この家は映画2人の主人公の北尾邸ですね。ミカがゴミ袋を引っ張り出してきたシーンが印象的でした。猫ちゃん、白い猫ちゃんですね。ここは餌くれるんですか。あ、逃げちゃう。いいですか。はい、尾道駅の近くに戻ってきました。それからね、こっちの坂の上の方、ちょっと面白そうなんで向かってみたいと思います。渋い古戦橋はまだ残ってんのか。はい、映画にも出てきた小学校ですね。土堂小学校です。階段がすごい。至る所が迷路のような細い道ですね。しかも坂道だから結構歩くのが入っちゃいます。この道すごいな、小道だらけ。ここも映画に出てきた家ですが、廃墟のようになってしまっていました。この階段登るのか、頑張るぞ。はい、途中まで登ってきました。尾道水道が見えますね。これはね、まあ、運河とかじゃなくて一応海らしいです。尾
尾道水道、向こうは向島ですね。渡し船ね、渡れます。今通ってるのも渡し船かな。向こうにも止まってます。ここには明日に出てきた呼子丸が保存されていましたが、だいぶ前に解体されてしまいました。はい、ここが本邦岩だそうです。あの夏の日とかに出てきましたかね、映画の中に。明日に出てきた展望層はだいぶ雰囲気が変わってしまったようです。売店なんかもある頂上っぽいところでなってね、すごい渋い、これ展望台ですかね。おお、さすがにこの展望台はすごいな。これやっぱ一番景色いいですね。おお、尾道市街一望、そして向島全部見えます。そしてしまなみ海道の橋ね、ここ一番だ、素晴らしい。尾道大橋と新尾道大橋みたいですね。それがずっとこっち来て、あそこに見えるのが一応しまなみ海道ということらしいですね。これ重なっていろんな島が見えるみたいですね。浦島、田島、屋久島、桃島かな、横島、百貫島、そして因島、生口島、岩志島、先島、ね、全部ここに書いてありますけど、こんにちは。これ餌じゃないよ、餌じゃないよ、カメラだよ。え、君も来るんですか。二人仲良し、仲良しなの、仲良しなんですか。右手、尾道水道を挟みまして、最短は向島でございます。ここは、平成11号。三陸駅近くには、映画にも出てきたワッフルが有名な喫茶コモンがあります。2人の中に出てきた打ち入り前に、リカとマコが待ち合わせをした場所は、三陸駅近くの牛虎神社です。てんですか。この場所がね、映画の中で、ね、ミカさんが襲われた場所なんですけど、だいぶ変わってしまってますね。なんか台を置いてあって、物置みたいになってますね。はい、私はね、高校時代に学校のね、映画鑑賞会みたいな映画を見たんです。学校のホールで、その時に、小林信彦監督の2人を見ました。で、すごい気に入ってですね、まあ、ロケ地に回し運ぶようになったんですけど、その後2人を見て、あの夏の船を見て、そしてね、寂しん坊とか転校生とか時をかける少女とか、新尾道三部作だけじゃなくて、その前の尾道三部作に、遡って、その他にもね、遥かノスタルジーとか、まあ、他にもね、いろいろ大林監督の映画は見てるんですけど、その中でもね、この道はすごく印象に残ってますね。そしてなんか、この昭和の街の魅力に自分はね、取りつかれて、何回もこうやって尾道の街にね、来てますけど、今日はちゃんと尾道の街を回るのはもう何年ぶりですかね、10年以上ぶりかな。すごい坂きついし、歩くの大変だし、めっちゃ疲れましたけど、まあ、とりあえずね、1日目はこんな感じで一旦帰ろうと思います。えい、再び尾道駅前やってきましたけど、ちょっと雨降ってるんで、今日サイクリングにしようかなと思ったんだけど、
レンタサイクル、まあ、借りるのをやめて徒歩でね、まあ、散策しようかなと思います。で昨日は山の方行ったんで、今回海沿いを歩きながら尾道の新尾道三部作等のロケ地巡りの続きを行ってみたいと思います。行ってきます。はい、尾道水路、結構水面ギリギリですね。ちょっと増水したらもうこの辺水浸しになってしまいそうな気がしますけど、向こう側は向かい島です。渡し船ね、あれ渡し船かな、あれで渡ることができます。あそこの乗り場に着くと思います。あそこもね、映画で出てましたね。はい、渡し船が出航していきます。こう映画で見ましたね、懐かしい。この道はね、こういうところが普通に小道になってます。ちょっと進んでみます。時間までやばいと。これ映画の中に出てきた通りですかね。この渡し船乗り場ですかね。学生さんが歩いてる。はい、フェリーに乗って向かい島まで向かいます。この船に乗ります。まもなく接岸します。はい、フェリー乗って向かい島に来ました。はい、映画で使われた建物がね、ここに移設されて待合室になってます。中には入れないみたいですね。植木仁さんとかがね、映画の中でここで船を待ってた場所ですね。この建物は1995年9月に公開された大林信彦監督新尾道三部作第2作明日で使用されたロケオープンセットを移転復元し、尾道市営バス待合室として活用されているものですということで、はい、ロケ地のイラストマップもありますね。まあ、今回ちょっと行けないですけど、昔、向かい島のこの先端、横子ヶ浜、映画ではね、横子ヶ浜ってなってました。ここも行ったことがあります。まあ、大体ね、まあ、この立花自然活用村、ここも行きますね。で今言うバス停ですね。で渡し船、この渡し船はなくなっちゃったところですね、多分。そして今乗ってきた渡し船、いろいろありますね。はい、大林信彦監督作品新尾道三部作明日のロケ地ということでね。はい、反対側は三光汽船乗り場ってなってますけど、これは映画の中の架空の汽船になりますかね。はい、じゃあ私船に乗って尾道戻ろうと思います。できますね、これね。いってらっしゃい。ここも2人の映画に出てきた
これ料亭なんですかね。魚の部ミカとマコが自転車で出て行ったところです。渋い旅館かな。ここは転校生のカツオの家です。現在地はここで結構歩いてきましたね。浄土寺入り口です。階段登ってきました。ここはあのピアノ教室の時の車を降りるところですね。はい、ラブレターのお礼を言ったカーブミラーのある道ですね。はい、事故の時にミカがね缶を拾った場所です。その缶は向こうから落ちてきました。右上にね、木材を積んだトラックが坂道に止まっていて、それが左の建物にね、無人のまま突っ込んで、千鶴子さんは映画の中でここでお亡くなりになりました。私はね、高校生の時に、大林信彦監督の2人の映画を見て、当時ね、ここで千鶴子さんがお亡くなりになったのがね、非常にセンセーショナルで、30年経った今でも忘れないです。でも映画の中でね、まあ、その後起こるいろんな出来事は非常にね、素敵なもので、天国に行ったお姉さんがちょっとおっちょこちょいの妹さんをね、ずっと見守り続けながら成長していくっていうね、まあそういうストーリーでした。映画を見た方はね、この景色を懐かしいなと思っていただければ嬉しいですし、映画を知らない方はこのね動画をきっかけに大林信彦監督の2人をね見ていただけたら嬉しいなと思います。とても素敵な映画なのでぜひ見ていただきたいです。その映画を見てね、私は尾道の街が好きになって、何回もこうやってねロケ地巡りに来てます。猫がいる。かわいい。うん。逃げたかと思ったら覗いてますね。にゃん。何見てるんですか。お、どこ行くの？どこ行くの？はあ、遡っていった。振り返ってるし。
犬みたいなケツしてるな、なんか。さよなら。消えた。はい、ということでね、大林信彦監督の映画の尾道のロケ地巡り、これで終了になります。一応ね、2日間にわたって尾道回ってきましたけども、非常にたくさん歩いたし、いろいろ歴史に また変な車走ってきた。まあ、最初に来た頃に比べるとやっぱり30年近く経ってますんで、昭和の面影みたいなのだいぶ少なくなってきたかなって気はしますけどもね、まだまだ昭和の雰囲気が残る素敵な街だと思います。ぜひ皆さんもね、大林信彦さんの映画を見て、そして尾道の素晴らしさを知っていただいて、ぜひね、この素敵な街に遊びに来ていただきたいなと思います。今回はいつもと違うテイストで動画にしてみましたが、いかがでしたでしょうか。今でも映画の中の千鶴子さんの命日10月27日には事故現場を訪れる人が多くいるといいます。この動画も今日10月27日に上げさせていただきました。皆さんもこの素敵な街、尾道を好きになって、ぜひ足を運んでいただきたいです。私の人生に大きな影響を与えてくれた映画に、そして大林信彦監督に感謝したいと思います。この動画が良いと思った方はコメント、チャンネル登録、高評価お願いします。ありがとうございました。昭和スポット研究所、コッシーでした。